こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物で外に出かけるとき、なんかコーディネート自信が持てないなとか、おしゃれして出かけたいのにもう大丈夫か、いつも不安なんですというふうに感じている方いらっしゃいませんか？本日は鉄板コーディネートを作る、鉄板コーディネートのすすめということでね、お話をしていきたいなって思います。自信がないのにね、鉄板コーデってなんだろうというふうに思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱりお着物ってこの着物とこの帯すごく合うのよねとか、この着物とこの帯だったらすごく私似合ってる気がするなんていうコーディネート一つは皆さんねあるんじゃないかなって、この着物と帯の組み合わせだったらちょっと自信が持てるなとか、この組み合わせだったら私すごく似合うと思うみたいなコーディネートって皆さん一つはあるんじゃないかなって思うんですけれども、そういったコーディネートが種類少しでもあれば、実は外に出かけるときにコーディネートに悩む時間というのが減るんじゃないかなって思います。着る、何を着ようかな、この組み合わせどれがいいかなって思う時間が楽しい時もあれば、もう時間がない時はもうどうしようみたいな感じになってしまいますよね。あと、もう絶対安心したコーディネートを着ていきたいっていうねタイミングもあると思います。なので皆さんお時間がある時にね、ご自身の中でそれぞれの季節、まあ春夏秋冬、まあ4つですかね、ああこれは大丈夫と思えるコーディネートをねぜひ作ってみていただければなと思います。そのこれ大丈夫って思える鉄板コーディネートがあれば、自信がない時、時間がない時、そのコーディネートで出かければいいわけです。さてね、このじゃあ鉄板コーディネートをどうやって作ればいいのかということもね、少し触れておきたいなって思います。鉄板コーディネート、まあ大きく分けるとポイントは2つなんですけど、自分が着ててすごくいいなって思えるもの、好きだなって思えるもの、あるいはこの組み合わせをした時に人から評判がいいなっていう、この2つがね、大きなポイントになってくるかなって思います。ご自身がいいなと思うもの、それからやっぱ時々はね、人の意見聞くことも大事ですよね。なので人からこれは似合いますよって言っていただけるコーディネート、この2つの柱でお考えいただくと、ご自身なりの鉄板コーディネートというのがこうだんだん、決めていけるんじゃないかなって思います。やっぱりこのね、鉄板コーディネートも最初のこうパッてコーディネートして生まれることもあれば、何回も何回も着て私にとっての鉄板コーディネートはこれだって思えることもねあると思うんですが、時間がある時にぜひ、もうこれとこれ合わないんじゃないかっていう、そういう色眼鏡なしで、とにかく合わせてみる、乗せてみる、乗せてみて着物と帯が合うなと思ったら、帯揚げ帯締めも持ってるもの全部合わせてみるそうやってやっていただくと、あれこれ好きかもしれないとか、あこれいいかもしれないっていうようなコーディネートをね見つけていただけるんじゃないでしょうか。だから何を組み合わせてもなんかいいのか悪いのかわからないという方もね、もしかしたらおられるかもしれません。そういった方は着物のコーディネートの見る数というのがね少ないんじゃないかなって思います。人のコーディネートを見てみたりですとか、それから私ども毎週金曜日の夜、着物ライブショッピングというのを行っているんですけれども、商品のご紹介はさせていただいてますが、ま、なのでたくさんコーディネートもお見せしてるんですよね。そういったのでコーディネートをたくさん見ていただくと、ご自身の中で基準っていうのができていきます。私はこれ好きとか、あんまりこれ好きじゃないとか、やっぱそういうね基準を作っていくこともね大事なんじゃないかなと思います。あとやっぱり着物と洋服と分けて考えると余計難しく感じてしまうので、私もそうなんですけれども、洋服と着物っていう風にあえて分けて考えず、ご自身のおしゃれの基準、もう着物だから洋服だからじゃなくて、私はこれが好きとか、この色が好きみたいな感じで、まずはお捉えいただいたらいいんじゃないかなって思います。洋服で組み合わせる色柄みたいなものをそのまま着物に転用していただければいいと思います。着物と洋服と分けるからすっごく難しくなるんですよね。フラットな目線で見ていただけたらいいんじゃないでしょうか。鉄板コーディネートのすすめ、ぜひやってみてくださいね。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。